東ドイツの政府用船舶機、長畑の形容、海上自衛隊の長畑、イギリス海軍の長畑、ペナントは細長い旗の一種。細長い二等辺三角形をした超三角形が多いが、長方形、台形、円尾形などもある。いずれの場合も細長い形をしており、非常に細長いものでは、アスペクト比は10、1以上にもなる。 普通の旗のように掲げるほか、垂らしたり、非常に細長いものは普通の旗と組み合わせて使うこともある。ペナントは、ペノンとペンダントの合成語である。ペノンは、下級ナイトが槍につけた、超三角旗、ペンダントは、軍艦が掲げる、超三角旗の一種である。現在では、これらの用語ははっきりと区別されないことも、ある。歴史的には、 ペノンやペンダントはかなり長い旗であり、それほど長くない旗はペノンセルと呼ばれたが、現在のペナントにはペノンセルくらいの長さのものもある。船舶は所属やメッセージなどを表すため、様々なペナントを使う。ペノンストリーマー、または単にストリーマーは、軍艦が国籍を示すために掲げる非常に長大なペナントである。長旗と訳すこともある。 必ずしも三角形とは限らず、例えば海上自衛隊の長畑は長方形である。国際通信書では数十種類のペナントやバナーを使い、船舶が簡単なメッセージを伝える方法を定めている。ありがとうございます。